お尻股関節周りと腰をつなぐ胸腰筋膜硬くなるとやばいです。腰は反ってお腹ポッコリになるし、前ももが張って足痩せしません。甘いものお酒控えたり、有酸素運動頑張ったり、スクワットや筋トレ頑張る前に胸腰筋膜柔らかくしましょう。皆さんこんにちは、ズボラのトレーナー深井です。スマホは床に置いて左足を伸ばしましょう。反対の右手で左のつま先を触りに行きます。ぐーっと。最低でも右の指先が左のつま先に触れてほしいです。皆さんどうですか、できますか？理想は手首がつま先まで触れたらいいです。ふー、僕はギリギリ触れるぐらいです。呼吸止めないようにしましょう。で、筋トレではないので無理にギューッと触りに行くというよりは、自然にね、手を伸ばして触れるかどうかチェックしてみてください。で、硬い方も大丈夫です。ビフォーアフターで変化出ますので、最後まで一緒に頑張りましょう。ふー、よし、 OK。 逆いきます。右足を伸ばします。反対の左手で右のつま先触りに行きます。空いてる手は床ついておいて OK です。僕はね、こっち側だけ硬いです。皆さんも左右差あるんじゃないでしょうか。ゆっくりね、ハンドつけてもいいので、なるべく膝伸ばしたままつま先を触りに行く。で、左右差すごい気にする方いるんですが、人間はね、みんな利き手があるので左右差があって当たり前です。気にしなくて大丈夫です。呼吸止めないで、ちょっとつま倒れて頑張って頑張って、頑張れ頑張れ、きつい。よし、 OK。 次、開脚しましょう。無理ない範囲で大丈夫です。開けるとこまで開いて、こう内ももがね、伸びるぐらいまで開きましょう。ゆっくり前倒れていきましょう。内もも伸びてれば OK です。これもね、開脚も理想は120度開いて、おでこがね、床につくぐらいまでいけたらいいと思いますが、僕もね、90度手のひらが床につくのでやっとです。最低でもね、肘が床につくぐらいまではいけるといいと思います。僕も硬いのでね、一緒に頑張りましょう。余裕できてきたら、ちょっとずつ開いていくといいと思います。よし、 OK。 そしたら次は、このあぐらみたいな状態から右足を左こっちに持ってきます。で、この足をお腹にぐーっとつけます。右のお尻伸びる感覚あれば OK です。なるべく足をお腹にグッとつけるとより伸びてきます。なるべく姿勢を正して、こう上からね、頭をグッと引っ張られてるイメージやるとより伸びてきます。きついよって方は右足ここでも OK です。右のお尻が伸びてればそれで正解です。余裕がある人はなるべく右足をお腹にグッとつけて、しっかり胸張るとより伸びてきます。 OK。 逆側いきましょう。左足を右こっちに持ってきます。で、この左足をお腹にグーッとつけると、左のお尻伸びてくると思います。呼吸止めないようにしましょう。なるべくグッと胸張るといいと思います。で、こう股関節なのになんでお尻なのって思う方いるかもしれませんが、股関節って英語でヒップジョイントって言うんですね。お尻の関節ってぐらい、お尻はね、股関節全体を覆ってるので、股関節柔らかくするためには重要な筋肉です。よし、 OK。 したら次は、このあぐらみたいな状態から右足を前に出しましょう。で、このまま体を正面に倒していきます。右のお尻伸びる感覚あれば OK です。で、いまいち伸びないよって方はもうちょっと体を前に倒したり、ちょっとね、体を斜め前に倒してもいいです。こんな感じ、こんな感じです。自分が右のお尻伸びる位置探しましょう。これでも伸びない方は足を少し前に出してみたりとか、手前に引いてみたりとかね、あ、この位置伸びるなーっていうのを自分でね、探しましょう。呼吸止めないようにしましょう。よし、 OK。 逆足いきます。左足を前に出しましょう。このまま体真正面に倒していきます。左のお尻ストレッチで伸ばしてます。伸びる感覚ありますか？伸びない方は足をね、前に出したりとか、体を倒す向きを変えたり、もっと前に体を倒したり、いろいろ試してみましょう。大臀筋っていう人の体で体積が一番大きい筋肉なので、いろんな方向にね、筋肉の繊維がついてます。だから人によって硬い方向が違うので、
この角度で伸びるよっていうのはね、人によります。どれが正解でもないです。皆さんが伸びる角度が正解です。ふぅ、よし、OK。 次は右足一回伸ばしましょう。こんな感じです。で、この状態で右足の方に向かって体を倒します。で、右手で右のつま先掴みましょう。最初はね、左手で掴んだんですが、今は右手で大丈夫です。この裏ももを伸ばすことが目的です。で、さっきこう左右差そんなに気にしなくていいですよって言ったんですが、それでもね、女性は結構左右差気にするので、気になる方向けに概要欄にね、骨盤矯正ストレッチ、足の左右差がね、なくなるものを貼っておきますので、もし興味ある方はね、ぜひやってみてください。よし、 OK。 逆足いきましょう。左足を伸ばします。で、これで左足の方に向かって体を倒していきます。左の裏もも伸びる感覚あれば OK です。余裕があれば左手でつま先つかみましょう。空いてる手で膝しっかり伸ばすといいと思います。ただね、こう前に倒れるとか、つま先をつかむことが目的ではないです。裏もも膝の裏伸ばすことが目的なので、硬い人はね、これぐらいでも伸びてれば十分、それで正解です。よし、 OK。じゃあ次、あぐらとか正座とか長座とか楽な状態で座りましょう。後頭部で手を組みましょう。そしたらこのままおへそをしっかり覗き込む。ゆっくり背中を丸める。逆にゆっくり反らせる、反らせる。ゆっくりおへそ覗き込む。もう一回反らせる。呼吸止めないようにしましょう。これ早くやることが目的ではないです。普段動かさない範囲までゆっくりでいいので、大きく丸める、反らす、繰り返しましょう。しっかり覗き込む。ゆっくり反らせる。よし、 OK。 そしたら次はまた楽な状態、あぐら、正座、長座、何でも大丈夫です。で、真横にパンチしましょう。しっかり肘を伸ばしきる。真横にパンチ、伸ばしきる。なるべくね、姿勢正しておきましょう。しっかり肘を伸ばしきりましょう。伸ばしきる。なるべく姿勢正して、呼吸止めないようにしましょう。余裕がある人はペースアップ、ペースアップしてもしっかり肘は伸ばしきる。きつかったらね、各種目の最後の10秒サボってもいいし、再生速度調整してもいいです。無理せずね、最後まで完走できるペースでやっていきましょう。 OK。 そしたら次は右足しっかり伸ばしましょう。で、股関節なるべく開いた状態で体を真正面に倒していきます。右の内もも伸びる感覚あれば OK です。どんどん体を前に倒していって、つま先はなるべく真上向けておきましょう。そうするとね、内ももより伸びてくると思います。きついよって方はこれぐらいでも OK。 体が前に倒れなくてもね、内もも伸びてれば OK です。またつま先がね、こうやって前に倒れちゃってもそれでも OK。 内もも伸ばすことが目的です。呼吸止めないようにしましょう。余裕がある人はどんどん前倒れると良いです。 OK。 次、逆足いきます。左足を伸ばします。なるべく股関節開いた状態から体を真正面に倒していきましょう。内もも伸びますか。つま先なるべく真上向けておきましょう。余裕がある人はどんどん体前に倒しましょう。で、結構ね、コメントとか見てると、すごいね、筋トレみたいに頑張ってストレッチしてる方いるんですが、あまり効果的ではないです。こう、リラックスした状態で、呼吸止めないように、ふーっと、痛気持ちいいぐらいで伸ばした方がね、効果的です。筋トレじゃないので、ぎゅーって頑張ってもしょうがないです。ふー。よし、OK。そしたら次はですね、また、あぐらとか正座とか楽な状態で座りましょう。で、右手、右肘、床について、左手、万歳しましょう。左の脇腹、脇の下、この辺が伸びれば OK です。指先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。で、この時よく質問いただくのが、反対の左のお尻こうやって浮いちゃってもいいんですかって言われるんですが、全く問題ないです。脇腹、脇の下伸ばすのが目的なので、いろんな角度にね、こうやって真横に倒したり斜め前に倒したりして、脇腹、背中、脇の下あたり伸びる位置探しましょう。よし、 OK。 皆さんついてきてますか？きつかったら再生速度調整してください。
左手左肘床について右手万歳しましょう。脇の下、脇腹伸びる感覚あれば OK です。右のお尻がこうやって浮いちゃってもいいです。斜め前倒したり真横倒したりね、あーこれ伸びるなって位置探しましょう。で、最近よくね、いただくのが、深井さんはなんでこんなにストレッチやってるのに痩せないんですかって言われるんですが、前にもね、文面投稿したんですけど、まあ基本的に食べ過ぎなことと、あと毎日違う部位のストレッチを撮影してるので、そんな簡単に痩せないですね。なので皆さんは、開脚ならね、開脚のストレッチをずっとやるっていうのもね、手段としてありだと思います。よし、OK。そしたら次は、体育座りみたいな感じで、こういう風に座って、足は肩幅より広めに開いたら、左右に倒す。膝をね、しっかり床につける。手はなるべく床につけない方がいいんですが、きつい方、床にこうやってついちゃってもいいです。膝をしっかり床につけましょう。お尻浮いちゃって OK です。余裕がある人は、手をね、床から浮かせたままこうやると、体幹をね、鍛えながら股関節ストレッチができます。これもね、そんな無理しないようにしてください。腰痛い人とかは絶対無理しないで。呼吸は止めないで。きつい。よし、OK。そしたら一回足伸ばしましょう。手は床ついてください。で、片足ずつぐっと上げる。前ももをしっかりお腹に近づけるイメージ。しっかり前ももがお腹に近づくと腹筋使う感覚あると思います。膝曲がっちゃっていいです。これも余裕があったら、手をね、床につかずにやると腹筋にさらに効きます。腰丸まって猫背になっちゃって OK です。むしろ猫背の方が効きます。ただ無理せずね、手床についたままでももちろん OK。 きつい、頑張って頑張って。OK。 そしたら次、長座体前屈いきますよ。なるべく膝曲げずに反動つけていいので前倒れましょう。これも最低ラインは指先がつま先触れるぐらい、これぐらい。ギリギリ僕は達成。理想はね、手首がつま先ぐらいまで触れるといいと思います。膝なるべく曲げないようにして、反動はつけていいのでちょっとずつ前倒れましょう。呼吸は止めないで。頑張って頑張って。頑張って。呼吸止めない。きつい。頑張って頑張って。肩腰痛い人無理しないで。よし、 OK。またね、手は床について OK です。で、左足を大きく外回しましょう。こんな感じです。時計回りですね。ゆっくり大きく股関節回しましょう。ゴリゴリなるよーって方は、痛みがなければそのまま大きく回して OK です。痛みがある方は、ゆっくり小さく痛みない範囲で回しましょう。これもね、手を床につけずにやれば、かなり腹筋効かせながら、股関節ストレッチができます。腰痛い人は絶対無理しないでください。手床ついたままでも十分効果的です。頑張って大きく回して。 OK。 次、右足いきます。大きく外回ししましょう。なるべく大きく回す。きつい。これスピード勝負じゃないですからね。普段動かさない範囲で大きく回しましょう。ゴリゴリになって痛む方は痛めない範囲で OK です。大きく回しましょう。呼吸止めないで。スピード勝負じゃないですからね。きつかったら再生速度調整したりとか、途中で一回停止してね、水分補給してもいいと思います。 OK。 そしたら次は、右足を伸ばしてしっかり股関節開いた状態で体真正面に倒す。この内もも伸びた状態でつま先倒す、真上向ける。つま先倒す、真上向ける。きつい。内もも伸びてれば OK。 いまいち伸びない方は股関節もうちょっとね、しっかり広げる、開脚するみたいなイメージです。余裕があればどんどん前倒れて OK です。で、これもつま先真上向ける、倒す、スピード勝負じゃないです。ゆっくり動かしましょう。しっかり真上向ける。頑張って。OK。逆足いきます。左足伸ばして、なるべく股関節しっかり開きましょう。そのまま体真正面に倒します。つま先倒す、真上向ける。
内もも伸びてれば OK です。この股関節付け根からね、動かすイメージ。呼吸止めないようにしましょう。頑張って頑張って。よくね、最近ズボラストレッチどれぐらいやるのがいいんですかって聞かれるんですけど、理想早く痩せたい、早く結果出したいんであれば朝昼晩3回とかね毎日やったらいいんですが、そこまでいくとズボラじゃなくなっちゃうので毎日1回でもいいです。でお風呂上がりでも朝でも自分がやりやすいタイミングでやりましょう。 OK。 そしたらもう1回足伸ばして手は後ろについて OK です。でもう1回股関節回すんですが、左股関節内回しです。外から内に、時計回りと反対ですね、反時計回りで股関節大きく回しましょう。なるべく大きく回しましょう。ゆっくり大きく回す。呼吸は止めないで、痛みある方はね、痛みない範囲で OK。 頑張って。 OK。次、右股関節大きく内回し、外から内に回します。こっちはね時計回りです。で余裕がある人はね手を床につかずにやれば腹筋効かせながら股関節ストレッチができます。もちろん手床についても大丈夫です。でいろんな種目でね、こう骨盤が床に当たって痛いとか尾底骨が床に当たって痛いですって質問いただくんですが、ベッドの上とか布団の上でやるのがおすすめです。硬い床の上とかね、絨毯の上だと骨盤が当たって痛いとかね、よくあるあるです。よし、オッケー。じゃあもう一回開脚しましょう。いけるとこまで開いて、さっきも2種目目にね開脚やったんですが、これでどうでしょう、ビフォーアフター開く感覚ありますか。僕はだいぶ前に倒れやすくなりました。90度だったのが100度、110度ぐらいまで開いたかなと思います。皆さんどうでしょう、進みましたか。でこの後にね、もう一回最初にやった柔軟性チェックやりますので、ぜひ最後までねやって、コメント欄でどうだったよって報告いただければ嬉しいです。きつい、頑張って呼吸止めないで。きつい人ね、サボってもいいですよ。おっしゃ、 OK。 おっしゃ、きつい。じゃあ最初と同じように右足伸ばしましょう。左手で右のつま先つかみに行きます。やっぱりこっちが硬いです。僕は触れますか、つま先で指先でつま先触れますか。しっかり膝伸ばしてくださいね。僕はねこっち全然無理だったのが、ちょっと頑張れば触れるぐらいまで来ました。呼吸は止めないで、なるべく膝伸ばしてハンドつけていいですからね。ただ肩腰痛い方無理しないでください。頑張れ。よし、 OK。 逆足いきます。じゃあこんな感じで左足を伸ばして、右手で左のつま先触ります。僕はだいぶ余裕を持って触れるようになりました。皆さんどうですか、膝は曲がらないようにしてハンドつけていいですからね。どうだったかコメント欄で、良くなったよとか変わらなかったよとか、きつかったとか感想いただけると助かります。でね、これじゃ全然物足りないよって方は追加ストレッチを概要欄貼っておくので、ぜひこのまま続けてやっていただければと思います。でね、皆さんの疑問点、なかなか痩せないよとか、どの動画やったらいいのっていうのは、概要欄のズボラストレッチの教科書とかサブチャンネルで解説をしてますので、ぜひ見てください。よし、 OK。 お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。